けどです、久しぶりのこの外にやってきましたけどね、この間ちょっと動画で発信しましたけれども、これドラム缶でね、海の上を歩いてみたいと。以前ですね、4月だったかな、このまま、このドラム缶のままね、これを、まあ、海に浮かべて、まあ、乗ってこう陸上ではこう歩けますね。まあ陸上では、陸上ではまあ当たり前だけど歩けるんですけれども、これをまあ水上でね、海の上をまあ歩く感覚でドラム缶に乗って歩けないかと思って海でやったんですけれどもね、無理でしたね。なんでかっつうと、まあ水の抵抗が全くかからないからね、くるくる回って、まあ、人間はもう落ちましたけどね、そのままもうくるっと回ってね。だから、まあ、これにね、水抵抗、ちょっとあの水をかくような感じに仕掛けを作ったらですね、まあ、進むんじゃないかと。歩いて、竹馬で、まあ、あちこち歩いてきましたけどね、竹馬で海の上はさすがに歩けませんからね。こうドラム缶で海の上を、水の上を、水上をね、こう人間の足で歩いてみたいなと思ってね、ちょっとチャレンジをやってみたいと思います。これはまあ4月にやったリベンジですね。あの時はまあ雨の中ね、まだ水も冷たくて寒かったです、非常に。もう暑いですからね、台風が来てましたけどね、ちょっと台風が心配でしたけれども、まあさあっちこっちこう去ったみたいですね。9号、10号、11号、ちょっとまあそれてくれてですね、海も穏やかになってましたんでね、まあ天気が良かったらね、ちょっとこれに仕掛けを作って、やってみようかなと、チャレンジしてみようかなと思います。で、まあ仕掛けはですね、昔水車ってこうありましたよね。水車をご存知の方はご存知かと思いますけれどもね、水車がね、まあ、木でできてて、まあ、水がこう落ちたら回るようになってるんですけれども、こう木を使ってね、この産業を使ってこれをまあこう、固定していく、ね、まあこのくらいこう固定すればですよ、ここでこう歩くと水をかきますからね、水をかいて進めるんじゃないかなと。だからまあこういう感じでこれをくっつけてね、ちょっとまあシリコンでくっつけてやれば、固定してやればこの木をね、ここに両面ですね、裏と表と、そうするとまあ海の上を歩けるんじゃないかなと思ってね、まあチャレンジしてみたいと思います。はい、まあこれをねシリコンで持ってきましたけど、まあこれ一応寸法測ってもう切ってきました。これをまあこうシリコンでね、もうさっきまで土砂降りやったんですけどね、シリコンをつけてつけると、まあこういう感じでね、こっちが4箇所十文字に、で反対側もやっぱりこう同じようにね、つけて、ちょっとまあこれ乾くのにね1日以上かかりますからね、8時間以上置かないと乾きませんからね、だいたいまあ少し水の抵抗がかかれば、これが回って、水の抵抗がじゅんぐりじゅんぐりこうね、かかっていけばね、まあこの上歩くと、陸上で歩くように歩くと水をかいて先に進むんじゃないかと思ってね、これでやってみたいと思います。はい、まあ一応ですね、まあちょっと天気次第ですけれどもね、今日ちょっとこれを固定させてですね、まあ明日以降また天気がいい時にですねチャレンジしてみたいと思います。見に行ってね、まあコロナウイルスの影響で海水浴場も、地元の海水浴場もね、もう昨年からこう閉鎖開業してませんけれどもね、ちょっと砂浜に、やってみたいと思います。4月にチャレンジしたリベンジです。まあ、4月はもう水の抵抗がかからないもんだから、このままやったらぐるぐる回って、もう落ちましたけどね、今回はこれでね、まあいけるんじゃないかと思います。はい、じゃあチャレンジしますんでね、ご期待ください。